こんにちは。ちゃんこタイムズのコウスケと。ちょっと待って。嘘。今食ってみる。痛くせんの。よし、時間との勝負で熱くなってくるから。いくよ。せーの。こんにちは。ちゃんこタイムズのふっちゃんと。コウスケです。今はですね、北海道の函館市というところにいます。でですね、今回ね、その函館市にある有名な観光地ちょっと、笑っちゃおう。なんで笑っちゃおう。なんで笑わない有名なね、観光地函館市じゃなくてでかでかすぎる。範囲でかくてどれかわかんないです困る困る。有名なね、観光地五稜郭に来ています。イエイ。ここは、まあ、自然公園みたいな感じでね、今はなってるみたいで、まあ、歴史とかもね、そんなにまだ深くないみたいなんで、そう、ね、世界遺産とかには登録されてないんですけど、まあ、形とかね、あの見てもらえるとね、本当になんか珍景というか、珍しい景色って書いてね、珍景、まあ、珍百景、そう、珍百景の珍景、まあ、なんかそういう、他にはね、絶対にないような形をしてるんで、ちょっとそこをね、回ってくると思います。で、ね、この五稜郭には五稜郭タワーっていうものがありまして、んー、でそこもねちょっと合わせて回れたらと思うので、五稜郭全部をね楽しんできます。のレッツゴー。じゃあここで入り口入ってこようと思います。あとでね、あの五稜郭タワーからね多分見えると思うんですけど、一応ね、本当に星みたいな形に、ね、してますね。この角度はここだね、この端っこにある。ここから見ると多分綺麗な星型に、ね、見えるんだと思う。あ、そっか、上から見えるんだ。そう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 。あ、めっちゃ公園って感じ。1914年くらいにここ開放されたらしいの。その一般でも使用できる。その前はどうしてたの？その前は、あの陸軍の兵士のね、練習場として使われてたらしい。そう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 。この星型のとこやってたの？やってたんで。なんかグラウンドとかの方が良さそうなんね。まあ確かに。森がすごいの。一応、あのお城みたいな感じで使われてた。うん。お城はないの別に？お城はないね。要塞的な？そう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 。すげえな。うん。江戸幕府の命令でここを建てたんだよ。なんだけど、その建てて完成した2年後に江戸幕府が終わってその後のねところにあの占領されちゃって、だからそう江戸幕府としてね使われなかったところですよ、これは。うーん、じゃあ何幕府として使われたの？その後の、あの政権のとこです。あ、テロップ入れておきますね。お願いします。でも綺麗に残ってるね。そうそうそう、大事にしてくれたんだ次の人が、次の人が大事にしてくれた。まだそんなに歴史は深くないよね。200年くらいの遺産だ。で最近ね、この北海道北東北縄文遺跡群っていうねやつがね、あの世界遺産登録されまして、でも多分この五稜郭入ってないと思うんだよね。縄文じゃないかな。いつ世界遺産登録されるのかと国民全員がね思ってることだと思うんだけど、うん、俺は世界遺産だと思ってたから普通に。うん、ふーちゃんは函館来て初めて知った五稜郭。うん。あ、本当？うん、でもなんか星みたいなやつってさ、なんかあるじゃん。いや、ないない。鍵穴みたいなやつあるよ。星はないな。世界とか、世界とか、ね、世界で、結構降っちゃう。ほら、世界の景色とか。ああ、多分あれだな、ね、あのヘルシンキにあるやつだな。なんかさ、星みたいなのあるじゃん。まあ、星みたいなのね。でこんだけ綺麗な星はないけどね。そう、だから綺麗な星が日本にもあるんだなって思って見つけた時はびっくりした。びっくりしたびっくりした。それだけか。びっくりしただけか。落ち着けれて。そうそうそう、落ち着くれってことだ。今気づいた。お、なんかあのツタイいい感じじゃない？いや、ツタイはツタイ。ツタイ。え、じゃあ骨は骨。骨
羽取る。え、俺が取んだ。いや、お前が羽ばたけよ。なんで俺がさ、男でも取ってる人いると思うんでさ、そういうこと言わないけど。いや、かっこいいけどさ、色合い的にふっちゃんが取るでしょ、これ。先にさ、取るとしてもね。おー、すごい、意外と。身長ちょっと足りないな。羽外れてるの見えてるんだ、右側。あ、いいね。あ、確認してみて。もう檻入ってんだけどね。ウケる。ウケるなぁ。それウケるな。なんか羽にさ、ラブって書いてた。ちっちゃい。この文字、英語で。英語でずいっぱいラブって書いてた。マジ？行きましょうか。ぶっちゃんの言葉に関してはマジだけ。ぶっちゃん、あれ。どういうことだろう。後で見ます。見てるよ。あ、こっちが気持ちいい。いいね。今日めっちゃいい天気でさ、最高だよね。うっすいな。ねえ、あれなんてやるか分かる？うん、言ってみ。俺箱缶にしか見えないけど、あれ、あ、違う、その下も方向上奉行所なんだよね。奉行所なんだよね。あ、そうなんだ。この前もふっちゃん奉行所って言ってた。あ、じゃあちょっとそこ登ってみます。ちょっとこう、ちょっとね、まあ、公園なんだよね。今日はね、ゆっくり回ろうかなって思ってます。でも観光地もね、楽しむんですけれども、あくまでね、その公園でね、ゆっくりするっていう、そういう一日を過ごそうかなと思ってます。そうなの。今出てた、初めて出てた。何もねえっすね。公園ですからね、なんか期待、そういう期待はダメですよね、やっぱり。公園ですか。何もないのがいいっていうのが公園だ。そうだね、え、そうだ。でも、ここ綺麗ね。っていうか、自然がやっぱいいね、本当に。うん、すごく綺麗です。あ、すごいね、ここからなんか見るよ。一応ああいうのがあるんだね。城ではないけども、歴史の深そうな、まあ、深そうな感じのね、当時の面影が残る立派なものがありますね。殺しちゃった時に、あれちゃん、ちょっと見てほら、これ、あ、大砲、大砲、うん、これ向こうのアイスクリームしか見てなくてさ、近くの大砲全然見えなかった。いやいや、どう考えたってこっちだ。いや、アイスの新しい種類これですね。どう、当時使われてたやつでしょ、多分ね。怖い。こういうのもね、見れるんだね。ありがたい。当時多分使われてた、ね、建物とかもこうやってありますね。ソフトクリームを食べれるみたい。いいですね。あ、これ桜なんだ。桜の木これ。そうなの。あ、これ桜が綺麗だもんね、有名で。撮影してます。お前え、どうしたどうした、入り込んでる。あ、本当全然入り込んでる。横で撮ってくれるのはさ、ありがたいね。うん、ふっちゃんずっとイエーイみたいな、はあ、ありがたいね。ありがたいけど見て、はい、昨日夜めっちゃ知らないことにしたよ。マジでふっちゃんのさ、ダメセンサーはダメだからさ、マジで。基本さ、何にも安全に支障のない程度でふっちゃんい止まるようになってから行っちゃう。そう、うん、昨日はやばいってちょっと体が思って
ふーちゃん暑いとイライラするからな。暑いとイライラするな。え、何？暑くて寝れないとイライラするの。あ、そう。暑いとイライラするんじゃないの。だって今は寝れなくてもいいの。だから別にイライラしてないの。そう。あ、暑いなっていう感じ。そう。暑くて寝れないとイライラする。寝れないが付け加えられるとイライラするの。そう、寝たいのに寝れないが付け加えられるとイライラする。なるほどね。寝たくないのに暑かったら別にいいよ。その時だけ。あ、これ何の話？いや、全カットで。じゃあなんかうんうんって聞かないで。あそこ登れそうじゃん、また登っても何もあるんじゃないの。さっき言わないでよ、絶対。何かを探して、何か見つけよう。いや、何かを見つけて、あ、インパクト残った方が勝ってね。あ、いや、まあ、先手必勝だよ、これはね。これこれ落ちたらやべえよ。こんな、ここはもう落ちたら落ちますね。まだ勝負続いてるからね。え、続いてんの。こうちゃん、掘り掘り。じゃあ、あの雷に打たれたような木がすごいんじゃないの。いや、打たれてないでしょ。あれでしょ、雷に打たれたの。あれ打たれてない。頑張って生き抜いた証拠だよ。いや、あのさ、何その頑張っていけねえだとか、そういう最近なんか使うけどさ、よくでかくなるぞ、あいつは。ちょっと五稜郭じゃないんだけど、あそこの松でかすぎない。あれでかすぎない。大きすぎでしょ。あれでも、あれ3メートル高台から生えてるらしいよ。土台が気になるよね。土台が気になる。栄養だって分かんないもん。土台が気になる。どう、五稜郭初めて回ってみたけど。いい感じ。自然となんか静かな空間とね、あの、なるべく楽しみた人にいいかな。いや、木漏れ日よりも全然日当たってるやん。木漏れ日木下とかで休みながら。ああ、そういうこと。あいつ気持ちよさそうだな、思う。思う。え、あれてか、こっちよ、こっち。それでしょ、その角みたいなとこね。あ、あれが、あ、ミニ五稜郭だって。あれ、ミニ五稜郭、ほんとに絶対。絶対絶対上から見てみようぜ、話をしてんじゃん今。今だから、あそこの階段登って上から見てみようぜっていう話をしてんじゃん今。今そういう話してた。そういう話をしてたんじゃん今。今なんで今で言ってんの。冗談じゃないっすね。冗談じゃないから取らなくてもいいんだって。冗談抜きであれミニ五稜郭だって。冗談抜きでミニ五稜郭ってロッてってね。え、これで星型だったらこうちゃんあれ土下座よ。え、星型だった時、うん、あのふっちゃんにマッサージしてもらおうか。じゃあ星型じゃない方がいいって思っちゃう。この高さからまずわかるかなっていう不安があるけど、でもだいぶ五稜郭見えるかも、見えるかも。じゃあ答え合わせ。もうちょっとこっち見てやるぞ。うん。高さ足りねえな。高さ。え、でも見て、あそこも絶対こうなってるよ。あの真ん中に草生えて見えないからさ。うん、絶対そうだよ。なってる？なってる。ってことは、
ミニ合流学ってことだよ。そう、ふちゃん自体がドローンだったらな、見えるのに。お家探すのやめてくれる？ご主人帳あれだ、あれっすか、あれ今からあれをね、入ってきます。早めに行こうぜ。まあ、本当にね、ご両方が星の形しているのかね、やっぱ見てみないと分かんないからね。ご両方タワーに登って本当の形を確かめたいと思います。ふっちゃんがね、今全部代弁だから、こうじゃない。怖いで、ふっちゃんじゃない。今心込めて代弁した感じ、マジでそんな感じだった。騙されてる、騙されるな。ふっちゃんじゃない。どうか。ドアが閉まります。恐れ入りますが、到着までの会話はお控えくださいませ。これより最上階へご案内いたします。お帰りの際、一つ下の階からエレベーターを利用ください。ごゆっくりどうぞ。いただきます。涼しい。見ますか？すぐそこだ。全部見えるな。あそこがね、駐車場です。で、俺たちはね、この駐車場から来て、こうやってね、うん、ここまで来ました。で、登ってね、こんな感じ。チケットはね、900円でした、一人、大人。いや、すごいな。これはすごいね。これすごいね。街もしっかり見えてね。五稜郭だけじゃないね、展望台としてしっかり、うん、これはすごい。これは難しい。ギリギリか。見て、広すぎて。本当だ。脇っちょがね、映んない。でこっちは結構綺麗に映る。こっちめっちゃ上手く。さすがや。人と撮るの難しそう。うん、結構さ、こっちがめっちゃパッて上がるからさ。ここも明るいわけだね。すごい、絶対綺麗。いや、すごいね。これ見るだけでも全然来る価値はありますね。あるね。緑が癒されるね。うん。あと、五稜郭、星じゃなくて、こんな、あの、塔がある。あるじゃん。そうそうそう、この突起みたいなね。で、六芒星みたいな形になってるね。そう。面白いな。綺麗にできてるな。素晴らしい。側面に来ました。ここ図書館？違うか。ここ図書館。あ、じゃない。あ、図書館、図書館。あ、じゃない。あ、違う。じゃない、じゃない、違う。図書館じゃない。どこだろう。あ、なんか美術館っぽいな。美術館か。これは裏側です。反対側。これが函館山です。函館山と、あっち側がね、津軽海峡。綺麗だな。
違う、津軽海峡はあっちだ。こっちは、津軽海峡じゃない。え、津軽海峡違うな、津軽海峡じゃない。日本海です。違う、太平洋ですね。あれは太平洋。あちら側に見えるのは津軽海峡ですね。あれが函館山。見えるね、遠くまで。ずっとあっちに行くと、あの弘前城じゃなくて松前城ですね。え、そっちが松前、うん、松前城。ゆいちゃんこっちだよ。松前城遠かったの。どうだった？2時間。五稜郭前で。公園前で。一応ね、この回とかもいろいろね、なんか歴史、新選組とかの歴史がね、書かれてるんですけど、まあ、気になった方はぜひ見てみてください。新選組のね、土方歳三さんですね。意外と目が垂れ目なんだね。ね、垂れ目だね、うん、めっちゃ。でもこの人超強かったんでしょ、多分。俺、この感じで強いって超かっこいいだね。じゃあ降りてきました。レストランとかあるの。函館カレーだって、結構有名だよ。うん、この後ね、新鮮な味噌汁を食べます。ちょっと、どうした？すごいね、めっちゃ綺麗な青。GoPro で見るとより青に見える。カラーっていうやつがあって、ちょっと鮮やかになるの。そう。では、一口ね。いただきます。はい。美味しい。爽やかな気分。ああ。なんか生クリームにラムネの味を付け足したみたいな。うん、生クリーム感もあるし。だから滑らかだよね。うん、なんか高そうな感じがするよね。これ美味しい。普通にミックスじゃなくても多分全然。よくこういうのってさ、あのこういう味ついてるやつはさ、結構なんかアイス感がすごかったさ。これ普通にソフトクリーム。本当うまかったね、今。グルメリポーターみたいな。じゃあ、普通に。でも、グルメリポーター、お願いします。はい、ということでね、車に戻ってきました。お疲れ様でした。でもね、今回はね、五稜郭と五稜郭タワーを回ってきたんですけれども、どうだった？それは分かってる。それ以外の感想はない。五稜郭だけど、怖いんだよね。函
公園っていうのは町の真ん中なんだけど、ゆっくり過ごせる場所があるから、まだ家に来てきた。ああ、確かにそれはそうだね。新鮮な味噌ストロー美味しかったね。美味しかったね。あれはうまかった。あれうまかったね。うん、あれ336円になっちゃうんですよ。その、あの店内で食べると。ぜひね、ゴルバクに行った際はね、ゴルバクタワーに行き、新鮮な味噌ストロー食べて帰ってくるという流れをちょっと充実してたらね。そうだね。ということでね、今回は無料学編でした。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。以上、ちゃんこタイムズでした。バイバイ。まあね、この後はね、あの新鮮組ソフトってやつを食べてみようと思うんで、ちょっと食べてみます。この後は、ね、新鮮組ソフトを食べます。食べてみたいと思います。いいんじゃない